こんにちは、歴史家の浜田浩一郎です。今日は阿野の前世はなぜ殺されたのかというテーマで話していきます。阿野の前世、昨年ならばこの人名を聞いても一体誰と思う人が多かったんではないでしょうか。しかし今では大河ドラマ鎌倉殿の13人において前世役を俳優の新納慎也さんがコミカルに演じてきたこともあって、ある意味日本中に前世の名前が知れ渡ったのではないかと思います。前世は源義朝の子供です。母は常磐御前。常磐は源平合戦において活躍をした源義経を産んでいますので、前世と義経は同じ母から生まれた兄弟でした。前世や義経は源頼朝の異母弟となります。義経が少年時代京都の鞍馬山にいたと伝わるように、前世も同じく京都の醍醐寺にいたとされます。僧侶になったわけですが、前世は悪禅寺と呼ばれたと言われているんです。これは悪い坊主という意味合いよりはパワーの力の強い僧だったことを表していると思われます。ドラマにおいては結構ちょっと細くてなよなよしたイメージですが、実はパワーが強く怪力だった可能性もあるんです。そんな前世の人生の転機となったのが兄源頼朝の挙兵でした。前世は頼朝の挙兵に参加しようと関東に駆けつけるんです。彼は弟の義経よりも早く頼朝と面会したんです。前世はその後頼朝から武蔵の国長尾寺や駿河の国阿野の庄を与えられています。しかし彼は弟義経のように平家の討伐戦には参加していないんです。もっぱら祈祷に従事していたと推測されます。前世は力が強かったはずなのに、これはなぜなのか、役割分担ということも考えられますが、義経や範頼ら異母弟が戦場に赴いているので、頼朝としては弟を一人は手元に置いておきたかったのかもしれません。彼の人生を変えたことというと、北条時政の娘阿波の局、ドラマではミーと結婚したことも大きいでしょう。そしてこの阿波の局は頼朝と政子の次男千幡、つまり後の三代将軍実朝の乳母となるんです。そしてこのことが前世の悲劇につながっていくことになるんですね。1199年、頼朝は急死、後継者は嫡男の頼家となります。しかしこの頼家は乳母は比企氏の女性であって、その妾も比企能員の娘と比企氏と密着していました。その比企氏と対立をしていたのが北条時政、そして北条氏は千幡を庇護していたんです。1203年の5月、前世は突如頼家から謀反の疑いがあるとして捕獲されて御所に監禁されます。ドラマにおいては頼家を呪っていた、呪詛していたという展開でしたが、吾妻鏡にはそういったことまでは書いていません。そしてこの5月25日、前世は日立の国に配慮されると、6月23日には頼家の命を受けた八田智家によって殺害されてしまうんです。これまで政治的に目立った活動がなかった前世が謀反というのは本当でしょうか。彼は千幡の乳母阿波の局の夫、つまり北条氏側の人間、前世が何やら怪しい動きをしています。千幡様を擁立し頼家様を敗そうとしているとのことという、噂レベルのことを頼家に吹き込んだ人間がいたのかもしれません。頼家にとってはそれだけで前世を捕らえて殺害するに十分でした。前世の捕獲そして殺害は頼家の北条氏に対する宣戦布告と言っていいものでしょう。ドラマではこれからどういう展開になっていくのか、ハラハラドキドキですよね。
さあ、ということで今日は前世はなぜ殺害されたのかというテーマで話してきました。それでは以上、 YouTube 歴史塾浜田光一郎でした。